マジックリアリズム、マギッシャーリアリスムス、魔術的リアリズムとは、日常にあるものが日常にないものと融合した作品に対して使われる芸術表現技法で、主に小説や美術に見られる。幻想的リアリズム、魔法的現実主義と呼ばれることもある。魔術の非日常、非現実とリアリズムの日常、現実という相反した状態が同時に表す。 この技法はしばしばシュルレアリスムと同義とされることがあるが、魔術的現実主義はシュルレアリスムと異なり、ジークムントフロイトの精神分析や無意識とは関わらず、伝承や神話、非合理などといった、あくまで非現実的なものとの融合をとっている手法であるとされることもあるが、先行する芸術作品の影響はやはり顕著であるや、 技法の観点からはシュルレアリスムからの影響も容易に見て取れる。魔術的リアリズムとはもともとドイツ人の写真家、美術評論家であるフランツ・ローが1925年のマンハイム市立美術館で行われた新速物主義展で展示されていた冷静に現実を表現することによって現れる魔術的な非現実を感じる作品群の美術的。 表現であるが、次第に文学表現にも使われるようになった。バイマール時代の魔術的リアリズムの最大の作家は、エルンスト・ユンガーだろう。まさに、魔術的非現実と合理的現実を同時に見るという複眼的視線に、基づくユンガーの文学は、ドイツの魔術的リアリズムの代表とされ、また夢への強い思考や高度な幻想性を持つ。 ユンガーの立場は、ドイツ固有のシュルレアリスム、あるいはシュルレアリスムのドイツ的大体として評価、されている。またフランツカフカ、ギュンターグラスも、魔術的リアリズムに、カテゴライズされることがある。ロシアの魔術的リアリズムとしては、ニコライ・ゴーゴリ、ミハイル・ブルガーコフが挙げられる。しばらく文学において、魔術的リアリズムは使われていなかったが、1940年代、 ヨーロッパから帰国したアレフホ・カルペンティエールやミゲル・アンヘル・アストリアスなどがラテンアメリカの文学表現として使い始めたことにより主にラテンアメリカ作家が好んで使う技法となったもともと、ラテンアメリカ文学の土壌にはホルヘルイス・ボルヘスという魔術的リアリズムの根底がありまた土地柄としてもカリブの土着性と魔術的リアリズムとは神話性が高かったため多くの ラテンアメリカ作家がこの表現を好んで使うようになった。60年代のブームと呼ばれるラテンアメリカ文学のブームが起き、小説における魔術的リアリズムは全世界に知られるようになった。とりわけ、ガブリエル・ガルシア・マルケスの作品、100年の孤独の影響は強く、多くの人が100年の孤独をモデルに魔術的リアリズムの作品を手がけていった。 他メキシコのカルロス・フエンテス、イサベル・アジェンデ、レーナルド・アレナス、パブロ・ネ・ルーダがいる。イギリスには、アンジェラ・カーター、インド出身のサルマン・ラシュディ、ジャネット・ウィンカーソンがおり、アメリカには、キャシー・アッカー、トマス・ピンチョンらがいる。日本や中国の小説にもマジック・リアリズムによる作品を見ることができる。日本へのガルシア・マルケス紹介に大きな役割を果たした。 安倍工房の小説、百年の孤独に影響を受けた、大江健三郎の同時代ゲーム、中上健治の千年の揺らくには、マジックリアリズムと言える側面がある。安倍和恵の、日本ニは日本、シンセミア、グランドフィナーレ、ピストルズは、東根市人町を舞台にした魔術的リアリズムである。マジックリアリズムによる作品は他に、池上英一、池沢夏樹。 筒井康やスタカなど、ラテンアメリカ文学の影響を受けた、著作家の作品に見ることができる。また、村上春樹のスリップストリーム的作品なども、マジックリアリズムの小説と呼ばれることもある。日本では、マジックリアリズムイコール純文学という見方が、一般的であるが、近年では、森美、登吉彦や桜葉和樹など、エンターテイメントに属する作家もこの手法を、取り入れている。 中国では1990年頃から魔術的リアリズムを取り入れた作家が増えてきており、代表的な人物としては、バクゲンテイヨシ、ザンセツ、残雪、レンカなどがいる。イタリアのイタロ、カルビーノ、ポルトガルのジョゼ・サラマーゴ、モロッコのタハール・ベンジェルーン、チェコのミラン・クンデラ、ナイジェリアのベン・オクリラがいる。マジックリアリズムを使った美術家としては、ジョージ・トゥーカー。 ルネ・マグリッドやオットー・ディックスなどが挙げられる。シュルレアリズムとの視覚的な近接性が存在するほか、新植物主義との境界も曖昧である。種村末広の著書、魔術的リアリズムでは、魔術的リアリズムという言葉と、新植物主義という言葉を、ほぼ同義で用いている。ありがとうございます。